北緯28度24分。その場所はケープカナベラル。私は空城ジョリー。私も連れて行きな。入った時はひどい場所だって思ったけど、今思い返すと、僕バスに乗るの初めてなんだ。私ら脱獄囚だぞ。ジョリーンはもうこの刑務所の女子官にも独房にもいない。星型のあざ、そしてジョリーンの父親にも同じあざがあるらしい。言えることは、奴は敵だってことだ。夫人の名はジョリーン空城とエルメス・コステロ。いや、別にいいんだ。急いでるわけではない。ジョリーンたちだろうと誰だろうと。てめえら、後ろに下がってろ。ムカつくって。こいつの首に突き刺すことに決めた。君はどこから来た。これは偶然だ。だがその前に、君は引力を信じるか。薬なんかでエネルギーを消耗しているんじゃない。お前たちは自分の父親が誰なのか。雨が降ると昔大工の仕事で痛めた膝の古傷が痛むんでの。ウェザー、背中の文字を消したとはいえ、神父追跡の妨害になる。じゃあ罰で行くとでも言うのか。二代でよければだが、あんたに親切にしてもらったからかの。ウェザーリポート。北は有名なテーマパークの街だ。行ったことあるか。この本舐めてるぜ。まさか敵か。いや、とにかくこいつは掴んだ。このじいさんがスタンド使いの可能性はゼロだ。敵を送ってきてるってことかもな。何者だ貴様。このトラックにもう一体いたな。え、お前ら二人組か。だから自動的に鼻が伸びただけで、つまり僕は仲間はいないんだけど、別に一人ってわけでもなくて、自分で言うのもなんだけど、僕自分がいいやつだと思う。食いかけのリンゴが落ちている。そのリンゴは毒リンゴじゃない。バレンタインのチョコだって用心してんだぜ俺たち。まあまあ、そんなに慌てることじゃないよ。臨時ニュースをお伝えします。本日午後1時30分、他のキャラクターに同様のことが起こっているとの報告もあります。おい、ウェザー、何俺から取ってるんだ。おい、じいさん、車を止めろ。どうした、何なんだウェザー。君が分離したんだね。ウェザー、早く車を止めさせ。なんだと、間に合わねえ。大丈夫か。一体お前、なぜ急に車から落ちたのだ。関係があるかもしれない。おい、ウェザー。知ってる、と言っても知り合いじゃねえけど。答えろ。てめえらがスタンドなら、本体はどこにいるんだ。でも別にいいじゃないか。自由人の競争曲なんだよ。こんなの、ストーリー通りじゃない。待って、わし、耳にいっぱい毛が生えてるからしっかり抱きしめて感謝するためだよ。でもさ、お前を食べるためにさ、バカすぎる。うわぁ。ウェザー。北の方角、それほど遠くないところに。聞こえねえのか。おかしい、不可解だ。どういうことだ。俺の肉体を守らなければ。